地上展示状態の F-111 の脱出モジュールモジュール式脱出装置とは航空機の非常用脱出装置の一種でありコックピット部分を機体から分離して搭乗員を脱出させる形式のものを指す。XB-70 から脱出したカプセル航空機の緊急脱出装置としては戦闘機等の小型軍用機が備える射出座席が有名である。この形式は パイロットがほとんどむき出しのまま座席のみを射出するため条件によっては安全性に問題があった。特に高高度を超音速で飛行する機体からの脱出は困難であった。これらの問題点を解決するために開発されたものがモジュール式脱出装置である。この装置には超音速飛行時や高高度飛行時の安全な脱出のほかに着水による 低体温症の回避や非常用物資の充実などの利点があった。しかし、システムが射出座席よりも大型化するために落下速度が速く、パラシュートの大型化が不可欠の上、着地時の衝撃を緩和するエアバッグ等の軟着陸対策にかかる重量問題や装備変更の度にかかる回収やメンテナンスのコストが高いなどの問題点もあった。さらに、 レーダーの発達により、敵地への侵入は、低空の飛行が主流となったことや、安全性の目安にされる、ゼロゼロ射出が難しいことが、モジュール式の衰退に拍車をかける要因となった。こうした背景もあり、現在で、モジュール式を採用した、軍用機は、オーストラリアで2010年末に、退役済みの F-111 が、最後となっている。 X 解 -103X 解 -108 にも、そのようというえに採用が予定されたが、開発難度の高さと予算高騰が予想されたことから、実験機すら作られることなく、共にキャンセルとなっている。B-58 の脱出カプセル。シールドが稼働する構造が見える。マジンガー Z のホバーパイルダー、およびジェットパイルダーのように、航空機もしくは自動車が、 同等の役回りを果たす例の方が多いが、機動戦士、ガンダム最終回、脱出や、マジンカイザー OVA 第1話のように、緊急脱出装置として活用する例は稀である。会場もしくは湖の上での射出は、着水による低体温症の危険が伴う上、射出時の姿勢が悪いと強烈な G のために、背骨等が折れて死亡する場合があった。 公式に音速以上での射出に対応しているものは、ス -27 ミグ -31 等に装備されている、ズベズダ設計曲線の K-36 だけである。高度0、速度0の状態からでもパラシュートが十分に開く、高度までパイロットを打ち上げられること。超低空飛行に超音速飛行能力は重要でないことから、ステルス性能向上と、 予算削減も兼ね、旧機構固定化への設計変更が行われている。予算の関係から、オミットされた、試作機のランスロットなどのように採用されていない機種も、ある。アムロが操縦する、ニューガンダムが、サザビーから出されたシャアが乗っている、玉型脱出しつカプセルを掴んだまま、クシズを押し返す、シーンは有名である。コアファイターが変形することで、コクピット部になる方式である。 飛行形態に変形することで、地球上、宇宙に関わらず自力移動可能である。新宿で、レインが、シャイニングガンダムで、デスアーミーとの死闘を繰り広げ、ドモンが救出に来た際に、コアランダーで脱出しろ、とドモンが忠告するもレインに拒絶されるシーンがある。ヤッターマンでは、コアメカは登場せず、押し置き三輪車がその人についている。 初代コアメーカーであるタイムが遺骨をデザインしたのは、大河原邦夫のタツノコップル時代の上司である、中村光月であることから、これが、ガンダムシリーズのモジュール式脱出装置や、コアブロックシステムの原点という説があるシャートの一騎打ちの、後に、アムロが、大橋頭と左腕を失ったガンダムからまず、A パーツを排除、続いて露出した、コアファイターを、B パーツから切り離し、 陥落したアバオアクーから脱出している。このシーンのインパクトは未だに強く、機動戦士、ガンダムザオリジンでは、もともとはシートのみ分離する仕様であったが、物語途中から、コアブロック仕様に変更となっている。マジンガー Z はシュラダンシャクラに捕獲された後、カブトコウジが乗るホバーパイルダーは、オートパイロットでマジンカイザーが秘匿されている、格納庫に向かっている。ありがとうございます。